日本関東地方神奈川県川崎市川崎区、宮前町宮前町は神奈川県川崎市川崎区の町名である。住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されているが、町名は設けられていない。面積は69,725.98平方メートル。郵便番号は210012。川崎区の北西部に位置し、西は 国道15号、北は国道132号に面する。京急川崎駅や JR 川崎駅からは東に1キロメートルほど離れており、川崎駅、東口バスターミナルから国道132号上の宮前停留所までは、川崎市営バスと川崎鶴見臨港バスの路線バスが頻発する。日本の国道が交わる宮前交差点角には、 NTT 東日本川崎支店、国道15号沿いに、川崎南労働基準監督署、国道132号沿いに、横浜地方法務局川崎支局、横浜地方検察庁川崎支部があり、隣接地で川崎南税務署のある江の町、横浜地方裁判所川崎支部や、川崎県税事務所のある、富士見一丁目とともに、官庁街を形成する。 国道沿いに商店があるほかは住宅が多い。国道からやや奥まったところに川崎市立宮前小学校、町の南東部には川崎グランドボールがある。川崎市には宮前区の地名があるが、かつての宮前村から転じたものであり、当地との直接の関係はない。1921年、当地に尋常川崎宮前小学校が開校。 1922年に神奈川県吉樹郡川崎町砂後、新宿、小トロ、堀の内の各一部から大技宮前が新設された。1924年、宮前の一部と周辺の町から宮本町が新設される。同年7月に市政志向により川崎市の大技となる。1936年、町名が川崎市宮前町に変更される。 1964年、宮前町の一部が東田町と宮本町に編入される。1972年には、川崎市の政令指定都市移行に伴う区政施行により、川崎市川崎区宮前町となるとともに、江の町の一部を編入する。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。